だ。最後はライオンズを選択しました。リズム長崎に加入した若手です。外でコービーパラスが中に入ってきた。これも得点です。ボンズ、タリマタ、いきなりスリーポイント見せていきました。これが決まります。大崎に高平ぴったりついています。アシュリーにボンズがついていて奪った。スティールになった。最後はボンズが決めました。スピードの速いこの攻守の展開。奪ったのは長崎、また奪った。得意のスティール、厳しいディフェンスからヘディング、最後決めていきました。2人に囲まれるが、外の木田を選択。このスリーポイントも決まりません。少し自分たちの形でシュートを打てていないのがアルティーリ千葉。また高平がいいプレーを見せました。中にはアシュリーもいます。ただそのペイントエリアでの守備を固めているのが長崎。アシュリーへ通りました。今日2本目のフィールドゴールです。ボールを奪ったアシュリー、早い攻撃、少しファンブルしています。ただうまくカバーに入った。木田、バスケットカウント獲得しました。このプレーでアルティーリ千葉が逆転、そしてバスケットカウントとなります。ボールが通りました。そしてバスケットカウントとなります。大塚、いきなりスリーポイント、これが決まります。また杉本に長崎厳しいチェックに行きます。ライオンズから木田、木田バスケットカウントもらいました。長崎ヘディングのファールとなります。個人ファールは2つ目、チームファールは2つ。中での攻撃の仕掛けから外を最後は選択。長崎はあくまでもスリーポイント狙いか。スリーポイントできた。これが決まる。ブザービーター。取った杉本、自分で行くのか。バスケットカウントもらいました。ボンズが奪いに行く。ショーディフェンスを見せる。フェーダーウェイの形が決まる。9点差に開く。山本へ、またスリーポイントか。山本、連続スリーはあるか。アギラール、オフェンスリバウンド決めていきました。これが決まりません。そして時計の針が0秒になりました。第20節ゲーム2。